ですよ、これ映した。映した。多分お客さん的にも、あ、見えぐらいがいいかも。じゃあ2で、はい、2にします、はい、なるべく前詰めないと青みゃんが死んじゃうわ。死にます。一瞬ね、え、
一瞬バフン、あ、バフン、やった、高級だ。あいつはバフン、あいつは、うん、高級、いいウニ、さすがウニ。わかめです。おー、昆布じゃない、わかめっていうか昆布、うん、太めだしな、確かに、出汁取る長いやつ、そう、ここもあるし、なんか一本だけあるよ、三つある。そう、一本だけ当たりがあるんですよ。アサリ、これ当たり、アサリ、アサリ、あ、思い出しました、私幼稚園の頃アサリ役やりました。え、アサリする、どんな、どんな劇、深川飯ができるまでみたいな。全然いいよ。リアちゃんは今日、私はイカです。ここをこうやってしてイカにする。しかもちゃんと10本あるんでしょ。そう、10本あります。すごい凝ってるじゃん。凝ってる、どうしよう、終わるまでにちぎれない、そうじゃない。やだ、ちぎる、10本しかない、10本しかないから、貴重な10本さばいちゃうぞ、やめて、あ、取られちゃうよ、あの、やっぱやばい、やばい、やばい。で、あおにゃんが、あれ、来たの。私は富山湾の白エビちゃんです。あの、ここでこうやってご飯食べたり、ここでこう海のね、なんか感覚をこうなんか感じる触覚。そう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 、触覚。ちなみにペロリンはなんだっけ。あれ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 、熱帯魚、熱帯魚、あれ、あれなんだ、フランダーだ、あ、そう、フランダーフランダーで検索してください、皆さん。あいまにマルシェ書いてます。髪の毛セットしてたら、なんか楽屋でみんながペロリンはどの海鮮にしますかって言われて、何それ何それ、海鮮、何が残ってるんだろう。いや、でも全然ポニーテールしたら何の海鮮ですかって言われて、はって何の海鮮。お、もうすぐですよ。これいつさ、いつよっしゃ行ったらいいんだろう。確かに、いつよっしゃ行ったらいいんだろう。今ちなみに2分前です。まだ2分前、うん、じゃあまだもうちょっとある。まあでもチャチャラ入ってたら、あのアナウンスの時にこの間やってましたよ。うん、あ、おじいちゃんの、あ、そっかそっか、確かにおじいちゃんのナレーション入るんだ、うん、おじいちゃんのナレーション入る、おじいちゃんのおじいちゃんなのかも。ではちょっと7人ではね、初めてでございますので、今日のステージ、うん、まあ、でもステージ自体は狭いので怪我とかしないように、うん、まあ、楽しんで盛り上げていきましょう、うん、いくぜ、海鮮に来れたのも本当に嬉しかったですし、もうとにかくコールがすごかったコールがすごかったそうね、また富山にみんなで帰ってこれられるように頑張りたいと思います。あと北陸 3days が残ってるので、もう北陸の青い彗星、そして電波組のこうパワーをどん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 見せつけていくんで、北陸選手の皆さんも他の選手の皆さんもよろしくお願いします。会長、ネムちゃんって言った今、ネムちゃん、ネムちゃんって言った、ネムさ